新映動画、新映動画株式会社、新映動画は、日本のアニメ制作会社、日本動画協会制会員。代表作に、テレビアニメ、ドラえもん、クレヨンしんちゃん、あたしんち、テレビ朝日系、から会場図の高木さんを中心に、劇場用長編アニメ、ドラえもん、クレヨンしちゃんシリーズがある。また、作画工程のみを、他社から請け負う事業も行っている。 2010年よりテレビ朝日の完全子会社となっている。新鋭動画は1965年、昭和40年に設立された有限会社、A プロダクション、通称 A プロダクションが前身である。A プロダクションは東京ムービーと業務提携し、その制作担当として活動していた。新鋭の由来は、楠大吉郎によると、新生 A プロ。 新しい A プロダクションという意味であり、新 A という意味だとは説明していない。発足時に新 A 動画役員を務めた大塚光生も自身の著書で新生 A プロという意味だと記している。公式サイトでは新しい A プロイコール新 A、そしてアニメ界の新 A でありたいと伝える。新しく作られたロゴタイプは新 A の A に 漫画風の頭と手をつけたマスコットキャラクターのようなデザインとなっている。くすべ大吉郎デザインのこのキャラクターの名前は A ちゃんである。A プロダクション以下 A プロの名前は最初の文字である A、AS という意味などでなんとなくつけたという創立者くすべ大吉郎の弁。テレビアニメの黎明期に人形劇団出身者によって創立された東京ムービーが テレビアニメビッグ X で経営危機に陥り、その失敗を踏まえて制作体制を整えようとした。そこで当時の東京ムービーの社長であった藤岡豊が東映動画、現東映アニメーションから独立したアニメーター楠す大吉郎に声をかけたことが創立のきっかけだった。そして楠すは東映動画の新人アニメーターだった柴山つとむ。 小林治に声をかけ、少し遅れて、川島義雄、森下圭介の二人が、くすべらに合流して、計五人が創立メンバーとなり、A プロは渋谷区代々木にその拠点を構えた。東京ムービーは営業を担当し、A プロは制作担当として、業務提携、資本関係なしという形を取った。そして、くすべの弟である、くすべ三吉郎は、 東京ムービーに入社し、制作管理スタッフとして、兄の大吉郎を支えた。やがて東映動画も、劇場長編アニメから新人を中心とした、テレビアニメ制作へと、方向転換を始めると、東映動画の長編スタッフ、中堅のスタッフが続々と A プロへ移籍してくる。これら移籍組の小山玲二、吉田も次大塚幸生、宮崎俊、高畑伊夫、小田部陽一らと、 定期採用で育成された当時の新人、中村栄一といったアニメーターや演出家が東京ムービーの代表作である、お化けの九太郎、巨人の星、ルパン三世位、ドョ性ガエル、荒野の少年、イサム、天才、バカボンなど、数多くの作品を手掛けた。作画、演出スタッフの他に、美術部門、仕上げ部門も要して、再生時には、 テレビアニメ5作品の同時制作を誇っていた。しかし1974年、昭和49年に、久す大吉郎が病気で1年間療養したこと、さらに東京ムービーの藤岡が、日本市場への関心を失い、アメリカ市場開拓のために奔走しているうちに、東京ムービー制作作品の本数が減少した。こうした背景と経営の危機を迎えたことで、 実製作のみの体制に限界を感じたくすべは自社で企画、製作をする会社にするため、1976年、昭和51年の元祖天才バカボンを最後に東京ムービーと提携を円満解消して独立。こうして A プロは1976年、昭和51年9月9日に社名を新 A 動画株式会社に変更、改組した。こうして、 再出発した新鋭動画は、社屋を棚ししきた原町へと移転。その際には、仕上げ部門を切り離し作画スタッフも大幅に削減して、経営をスリム化している。この時に独立した作画スタッフが設立したものが、アジア道、兄、マル等のスタジオである。なお、小山霊二が率いた美術部門は、小山が独立した形で早くに配している。 そして東京ムービーに在籍していた楠す三吉んは専務取締役として新鋭動画へと移籍。兄の大吉郎と共に経営を支えた。また A プロから新鋭動画として独立した記念として東京ムービーが持っていたドラえもんの映像化権を藤岡から譲渡されたという逸話がある。東京ムービーから独立後のデビュー作は PR 用の短編映画。 草原の古典ぐり、1977年。しばらくは他社のグロス受けなどをこなした後、1979年にはテレビアニメ、ドラえもんを新し再びアニメ化にこぎつける。この新鋭版、ドラえもんの成功が、新鋭動画の経営上の礎となった。そして、業務拡大のため、1982年には社屋を、田無市南町に移転。 そして1980年代を中心に、数多くの藤子藤雄作品や、月刊コロ,コロコロコミック連載作品などを中心に、次々とアニメ化。これらはテレビや朝日系を中心に放映された。1992年には、田梨市本町に社屋を新築し移転。この青い塗装のビルは、同社の経営を支えた、ドラえもんに感謝を込め、ドラえもんビルという愛称がある。同年には、 テレビアニメ、クレヨンしんちゃんがスタート。2003年1月には、テレビ朝日が、新鋭動画の10%の株式を取得し、資本提携する。2009年4月より、テレビ朝日が、新鋭動画の株式の大半を取得し、テレビ朝日の連結司会社者になった。新社長は、岩永恵に、楠す三吉んは、代表取締役会長へ就任した。 2010年10月15日、楠す三吉郎が保有する株式をテレビ朝日が追加取得したことによりテレビ朝日の100%子会社となった。このことからテレビ朝日がケーブルテレビスカパースカパー e に他で展開する通信衛星テレビ放送局テレ朝チャンネルで新映動画制作作品初回放送時にテレ朝系列でない作品を含むを 集中的に取り上げる、新エアニメシアターという番組が毎日放映されている。2009年11月には、旧社屋の北西方向、東京都道5号、新宿大梅線旧道、大梅街道沿い、西東京下田市町三丁目に青い塗装の新社屋を落成、入居を開始した。旧社屋はしばらく空きテナントとなっていたが、2011年、平成23年に、 社会福祉法人レモン会がビルを借り上げ、レーモンド田無し保育園に転用された。2012年7月、代表取締役社長に梅沢道彦常務が昇格し就任した。また別氏、弘行専務が代表取締役専務に昇格した。社長の梅沢は、前任の岩永同様に、テレビ朝日からの出向である。2015年、別紙弘行が、 代表取締役を退任し、梅沢道彦が単独で代表取締役を務める。2016年には、アスミックエース、トムスエンタテインメント、JR 東日本企画、住友商事と共に、アニメ制作プロジェクトチーム、アニメの目を立ち上げる。新鋭動画は、トムスと共同で、アニメ企画、制作を担当し、2018年の枠消滅まで、 笑いうセールスマニュー、から会場図の高木さんなど5作品を手掛けた。2017年4月、シンルジスプを子会社化。同社の代表は、元取締役、チーフプロデューサーのマシコ・アイジローが就任した。新映動画に改装してからの事実上の劇場デビュー作は、1980年、昭和55年3月公開のドラえもんのび太の恐竜である。 東方の配給で同時上映はモスラ対ゴジラだった。東方の番組ラインとしては1978年まで学校の休み期間中に上映していたゴジラ映画と短編のテレビアニメ数本を上映する東方チャンピオン祭りの流れを組むもので当初は長編ではない予定だったが原作者の藤子、甲斐、藤尾から僕の中では90分内と映画とは呼べないという。 要望を受けて、オリジナルの新作長編映画として制された。以後、短編中編の藤子作品の閉映作とともに、毎年3月の春休み映画として、ドラえもんの劇場版が上映されるようになった。1980年代に多く行われていた、藤子アニメ三本立て工業は、1990年代以降、影を潜めた。しかし、ザ・ドラえもんズといった30分の短編と、 長編、ドラえもんのセットは2004年まで続いた。映画、ドラえもんシリーズは2005年、平成17年からのテレビシリーズ全面リニューアルの影響でその年は作られず2006年、平成18年から再び上映されるようになった。また、これを機に短編作品は作られなくなった。クレヨンしんちゃんもクレヨンしんちゃんアクション仮面 VS ハイグレマオが 作られ、1993年夏に映画初登場。1994年以降は、毎年春にシリーズ上映されている。これまで、新映動画制作の劇場アニメは、テレビシリーズの映画化が中心だったが、2007年の、カッパの空と夏休み、監督、原敬一は、改装後初めての劇場オリジナル作品となった。CG においては、 ドラえもんヨーロッパ鉄道の旅で最初に使用した。CG はほとんど外中であったが、1990年代に入ると、包み正しいたる、元アニメーターを中心に CGI 班を立ち上げ、新映動画社内でも制作されるようになった。1990年代後半から始まった、アニメ業界のデジタル制作、デジタルペイントデジタル撮影家の波が押し寄せる、中においても、仕上げ、 撮影を外中化していることから基本的にはセルアニメでの性を堅持し続け、デジタル制作はあくまでも部分的仕様に止まっていた。そして外中スタジオのデジタル制作対応に伴い、ジャングルはいつも晴れのち、グー、2001年でフルデジタル制作を本格的に開始。その流れに伴って他の作品も2002年以降、デジタルでの制作へと完全に移行した。 また、2005年以降は、地上デジタル放送対応に伴い、すべてのテレビ作品がハイビジョン制作されるようになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。